まずは試合前、WBC の日本代表として世界一に輝いたホークス選手4人に福岡県から感謝状が贈られました。福岡県のファンの皆さん、また日本中のファンの皆さんの応援のおかげで、優勝して帰ってくることができました。福岡出身として、WBC に出られたことを本当に素晴らしいことだと思いますし、今後も、ホークスのために、この経験を生かして、頑張って優勝を目指していきたいと思います。今後ともよろしくお願いします。さあ、試合でもその侍選手たちが見せます。まずは日本を優勝へとリードした甲斐、詰まりながらもレフト前へ。最近5試合の打率4割超えと調子をぐんぐん上げています。好調です。0対0で迎えた4回にはツーアウト三塁二塁のチャンスで代表に選ばれた経験もある中村晃。素晴らしい、中村らしい技ありのバッティング、2点を先制します。ガッツポーズがね、たまりません。しかし直後の5回、リリーフ陣が捕まり3失点、逆転を許してしまいます。追いつきたいホークスは7回、侍戦士牧原がこの試合2本目のヒットで出塁しますが、後続が凡退、逆転を奪えません。2点を追う9回には侍ジャパンでも大活躍の近藤がヒットで出塁、交流戦の打率を4割超えとします。さあ、一発が出れば同点の場面でキャプテンの柳田。最後は空振り三振、ホークス痛いカード負け越しです。